佐藤澄香です。今回はあなたのウエストをキュッと引き締め、くびれを作る体操をお伝えします。私の整体サロンにいらしているクライアントの皆様の中にも、先生最近ウエスト周りのくびれがなくなってきたんですというお声をよく伺うことがあります。その原因はズバリ骨盤、お腹周りを支える筋肉、腹横筋と言います。この筋肉が弱ってきているからなんですね。なのでこのウエスト周りの筋肉をしっかりひねっていくこと、そして左右の体のバランスを整えていくこと、この2つが解決策です。それでは今から3つの動きで説明していきます。はい、それではまず1つ目です。両膝を立てて座ります。両腕は上に上げて、大きなボールを持っているようなポーズにしましょう。はい、2つ目です。このポーズから右左にウエストから折るようなイメージで倒していきます。8カウントしましょう。では始めます。1 2 3 4 5 6 7 8。はい、では動きの3つ目です。今度は左右にウエストをねじっていきます。1、そう、この動きを8回します。では行きましょう。1 2 3 4 5 6 7 8。はい、今お伝えしました3つの動きを1セットとして、あなたのペースで1日2回から3回行ってみましょう。この動画を繰り返し見ていただき、繰り返し実践していきましょう。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。